続けてこのデビュー曲聴いてください。チェンジェリップ魔法の言葉。状態ですので、もうとことん今日は一緒に汗をかいていけるといいなと思います。今日も最後までよろしくお願いします。さあさあ、おっちゃいちょっと体がついてこねどういうこと、今日ね、さっ
きはずっとおばあちゃんみたいなこと言ってるんですよ。大丈夫ですかね、うん、大丈夫大丈夫大丈夫ですか。そのなんかね、なんだろうな、クーラーとか言い過ぎなのかな。あーもう体が甘やかされちゃって。そう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 。でも時々はこうやって汗かいていかないとね、代謝が。そうだね、代謝悪くなっちゃうね。そうそう、夏風邪とかひいたら大変ですから、ぜひ皆さん今日はしっかり汗かいて代謝良くして帰っていただけると嬉しいなと思います。で、私たち7月23日にですね、東京のテレジアの鈴木かずみちゃんとスピリット CD をリリースすることが決定しております。ありがとうございます。ありがとうございます。そしてその発売が7月23日の予定ということで、うん、私たちもドキドキしてるんですけど、ね、今までの私たちにはない新しいジャンルだね。そうだね、バラーディーっていうのが。そう、バラーディーバラーディーな感じの曲にチャレンジもしておりますが、うん、